どうもこんにちは、トラゾーです。今日は開幕3連戦の予想ローテーションについて話していきます。3月29日2024年シーズンが始まります。今年はジャイアンツとの開幕カードでいきなり伝統の一戦で開幕となります。タイガースは7日青柳投手を開幕投手にすると岡田監督は明言しました。青柳投手は昨シーズン思うような投球ができず8勝6敗防御率 4.57 と悔しいシーズンになりました。そんな青柳投手、キャンプから調子が良く2月中旬の練習試合の時には例年にないくらいいい感じと自ら話すほどの状態でした。そして2年連続の開幕投手に任命された青柳投手は、選んでもらえて光栄に思いますし気が引き締まる、やってやろうという気持ちです、これからどんどん状態も上がっていくと思うと頼もしいコメントをしています。そして岡田監督は青柳投手を開幕投手に決めたタイミングについて、最初から決めとったよ、正月からよと話しています。去年 MVP の村上投手やチーム最多勝の大竹投手がいる中で青柳投手にした理由について、いやーでも普通に考えたら青柳やろ、なんで他誰おる、そんな1年ぐらいパッとお前なあ2桁勝ってもそんなもん簡単に開幕なんか行かれへんで、そんなんはと、やはり全幅の信頼を置いています。そして8日のスワローズとのオープン戦では先発し、4回を被安打1無失点に抑え、開幕に向け順調な調整ぶりを見せました。青柳投手の真骨頂である打たせて取るピッチングが光り、8個のゴロアウトを奪うという素晴らしい青柳投手らしい投球ができました。岡田監督は、まあ今日もフォアボール出したけどあれ球やないからな、狙ってちょっと低いとかな、そういうボールやからな、それは全然心配してないけどな、この寒さもなあったし、それは全然コントロールも去年とは全然違うよ、それは。そして去年に比べて、おーんずっといい、だから言うてるやん、去年とは雲泥の差よ、そらキャンプからのな、キレも違うやろな、ボールの力もな、やっぱりスライダーとか変化球は結構曲がりが大きくてな、コントロールようなってるからな、ブルペンでもな、おーん、それでやっぱりストライク取れるから、去年のスライダーとかカーブほとんどストライク入らなかったで、おーんと、去年に比べてまっすぐ変化球ともに評価しています。2年連続の開幕投手、開幕ダッシュに成功するためにもいつも通りの素晴らしい投球を期待しています。開幕2戦目は大竹投手と予想します。大竹投手は昨シーズン21試合に登板、12勝2敗防御率 2.26 と本当に素晴らしい投球を見せてくれました。今シーズンは1月に肩のガングリオンの摘出手術を受け、調整が出遅れており少し心配していましたが全く問題ない様子です。3月6日の楽天とのオープン戦では2イニングに登板、この日が初実戦となり2回1失点という結果でした。岡田監督は、大竹の方が早く感じたよな、伊藤よりまっすぐ、今日は投げただけやから次はもうちょっと長いイニングを投げると思うけどその辺からやなと、次の登板ではもう少し長いイニングを投げる予定です。開幕3戦目は才木投手と予想します。才木投手は昨シーズン19試合に登板、8勝5敗防御率 1.82 と抜群の安定感がありました。今回のキャンプでも順調に調整を進め、2月からの対外試合では現時点で合計3試合に登板し、9イニングを投げ2失点とさすがの才木投手です。3月9日のスワローズとのオープン戦に登板予定でしたが発熱のため回避となりましたが、コロナでもインフルでもなかったみたいで全然大丈夫だと思います、問題なしですと、体調面に関しては大丈夫な様子。次回の登板は17日の中日戦を予定しているということで、このまま順調にいけば開幕3戦目になると思います。岡田監督は3連戦のローテーションについて、俺がずっとやってきたのは3連戦で左を1枚ずつ入れてタイプがあんまり似通ってるピッチャーは続けないようにしとったよと話しているように、開幕ローテに関しても2戦目に大竹投手を持ってくることによって右左右となり、大竹投手のようなコントロールで攻める投手の次に才木投手のような力強い投球をする投手を置き、なるべく似たようなタイプを並べないようにしています。開幕を約2週間後に控えていますが、ローテーションや野手の起用法について少しずつどんどん決まってきています。また最新の情報が分かり次第お伝えしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。